せーの、ホラヤ人デイシンです。こんにちは。こんにちは。はい、始まりました。本日 KCON JAPAN 2024を見て、この動画をもしかしたらね、初めて見てくださる方もいるかもしれないので、まずは自己紹介からしていきたいと思います。翔太郎お願いします。はい、山梨県出身、DXT の可愛い末っ子、田中翔太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、兵庫の平本です。よろしくお願いします。兵庫の平本兵庫名乗ってますから、ね、兵庫でも分かりやすかったよ。背負ってますから、よろしくお願いします。はい、リーダー寺尾光進です。よろしくお願いします。俺は違うやろあれ、リーダーここおんのよ。2年目から更新じゃなかったっけ1年で変わるシステムとかじゃない。いつでも僕登板できるけど大丈夫いや大丈夫です、ごめんなさい、はい、改めまして広島県出身、寺尾光進です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、福岡県出身、エクモの天使、大久保なるです。よろしくお願いします。はい、社長さ、福田の…待ってどこの国の挨拶だ社長さですよ。社長さあ、そういう挨拶があるね。そう、僕が考えたやつ。あ、なるほど。社長さ、はい、福田の中の福田、どうも福田優太です。よろしくお願いします。いや、ちょっと分かりづらいな難しい。ありがとうございます。茶所さ、福田代表みたいな感じね。はい、茶所さ、DXT リーダー谷口大地です。今日はよろしくお願いします。よっしゃ、またなんか流行らそうとしてるということでね、さあ本日5月10日僕たちにとって大事な日でございます。はい、ニコの皆さんももちろん分かりますよね。ということで翔太郎、あれ持ってきちゃってください。はい、これ高、あれですよね。ハッピーバースデートゥーユー。かわいい、かわいい。はい、ということでね、僕たち DXT 本日5月10日でデビュー1周年を迎えることができました。ニコの皆さん、本当にありがとうございます。みんな、あの動物がいっぱいいる。めっちゃいい。これお祝いでスタッフさんが用意してくれたみたいです。本当にスタッフの皆さんも本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。更新どうですか？1年経ちましたけど早かったよね。本当に早いんだよね、マジで。マジで本当に。あっ、手がさ、溜めてんねん今。溜めてた。多分ね、溜めが長すぎても大地たちもね。いや、本当にあっという間だったね。いろんなことがあったし。確かに。相手とかどうでしたか？1年経ちましたけど。いや、1年ですよ。1年ってことはだから368日ぐらい経っておるから。3日多いだからやっぱね、300日ですよ。もうちょっと難しい。いや、まあとにかくこんなにいっぱいあるのがこんなに一瞬でね、過ぎてしまったわけですよ。確かにね。あっという間に、ね、同じこと言っちゃってるあっという間ですね。ここまで喋って、はい、ありがとうございます。ケーキはね、後ほどみんなで美味しくいただきたいと思います。はい、はい、ということでここからは僕たち DXT をずっと応援してくれているニコの皆さんが思わず懐かしいと思う出来事や、この1年間が一気に分かるこんな企画をご用意しました。はい、題して、はい、この1年間の感動、エモい、恥ずかしい、全部出し、デビューイヤー振り返りトーク、DXT ファーストトーク。怪しいな。ちょっと思ったより長かったからさ思ったよりのね。はい、ということでこちらをご覧ください。はい、おー、はい、すげー。すげー。じゃじゃん、すごい。はい、ということで僕たちがデビューしてからの、ね、年表がありますけども、こんだけいろんなことをしたよということでね、これ思い出深かったなとか。あの、なるたちの過去のカレンダーぐらい細かく書いてる。全部ガチ細かいよ、これ。スケジュールぐらい。でもなんかやっぱあれじゃない、デビューシングル「ブランニューデー」発売とかじゃない。ここちょうど発売して、はいはいはい、でまあ慶コンにも出させてもらって、はいはい、でもそっからもうリリーベとかで、あの、いろんなところもあったり、ここぐらいからなんかちょっと会え始めた感じかな。7月8月とか、もうデビュー当初めちゃめちゃ忙しかったもんね、ありがたいことに。とかあとこう見たら誕生日もさ、おのおの入ってるけどさ、最初から考えたらもうなんか県なんて僕らは一緒に3回は誕生日祝ってるわけでしょ。17、18、19祝ってるでしょ。めちゃめちゃ、ね、マジで長いよね。めちゃめちゃ一緒にいるんだよ、そう考えたら。すごいね。ね、いや、時の流れって早いね。早い本当にやば。
この年表を見てちょっと懐かしくなったところでね、もうこれ回収させていただきます。もっとじっくり一個一個話していけるのに。じゃあもうあのプライベート見てください。そう、あと3時間ぐらい話せるこれ見ながら。はい、ということでね、今回のちょっと企画のね説明をしていきたいと思います、はい、こちらにねトークテーマが書かれたカードが6枚あります。メンバーが1枚ずつ引いていき、カードに書かれたテーマに沿って、思い出を振り返っていこうという、はいはい、ということで翔太郎から僕お願いします。これでいきます。これ開けるってこと？開けていいスカイ、お願いします。バーン。この1年で一番笑ったエピソード。おー、これでもいっぱいあるよ。いっぱいありすぎるわ。いっぱいあるよ、やっぱり。もう笑いすぎて、もう、笑いすぎてね。わら太郎の一番笑ったエピソード何ですか？みんなで人狼。あははは、それ違う笑いじゃない？それ大丈夫？いやでも人狼はやっぱりあのみんなでやると、うん、結構笑い止まらんくない？で終わらない。確かにね。いやプライベートで僕たちめっちゃ人狼やるんで、でもなんかあと何回って決めてるんだけど、5回ぐらいやる、絶対にもう超えてしまうんですよ。おもろすぎてね。これね、本当に僕的には一番笑ったのが人狼なのかなと思うんですけど、みんなある？一番笑ったやつ？いっぱいあるよね、マジで。マジでいっぱいあるけど、なんかくだらんことじゃない？そのなんかもう TikTok の、うんうん、あ撮ったやつとか、それなんかお互い写真撮ったやつをなんかなんかこれ何々じゃないみたいな感じで結構爆笑したっていう感じ。確かに多いかも。僕のあのボケとかで爆笑とかないんすか？ないっすか？やっちまった。今のはちょっとね、これもやっちゃってるわ。面白いよそのカバーやめて。面白いよっていうやつね。そのちょカバーやめよ。いきますか。はい、じゃあこれで、お近いでしょ。開け夢の扉。ドピャン。自分のナンバーワン成長ポイント、最後にドヤ顔で決めポーズ。お願いしますよ。おまけがついてきた。これいいね。これいいよ。ドヤ顔で決めるってことはあれやんね。もうバンって感じで決めるってことだよね。バン。俺のオッケー。おいけるよ。これですね。ケン君の成長ポイントお願いします。自分のナンバーワン成長ポイントはビジュアル。ビジュアル、ビジュアル。ない。座っとこ、座っとこ。自分の中で特にどういったビジュアルでもいっぱいあるやんか。いやね、ビジュアルって言っても、はいはいはい、単純なビジュアルじゃなくて、はい、その、まあ、デビューして、うん、数々 の、 あのイベントとか出させてもらって、はい、ニコの前でパフォーマンスしたりとか、うん、それを繰り返すことによってステージ上での見せ方とか。うわー、なるほど、そっちね。そういうパフォーマンス的になんかそこでなんかカメラアピールとか、うん、そういうところでのビジュアルがすごい成長したなっていう。それビジュアルっていうの？ビジュアルでしょ。なんか広く撮ってビジュアルだよ。そう、パフォーマンスって言う。パフォーマンスって言ったらちょっとな、違うかなと思った。違う。いけるいける。まあでもやっぱケンちゃんかましてきますからね。かましてくるもんね。ステージ立った時のカメラに抜かれた時のね、うん、ステージ、あの自分が印象に残ってるステージ、ね、全部でもいいと思う。俺この時やばかったかもみたいな。まあまずはあのラッポさん2024、おい、ラップユニット、まあ、そこはもう僕がやりたかったこともうバーンと初めて出せた場でもありますし、あれ湧いたわ、マジで。いや、かっこよかった、ね、あれガチかっこよかった。あれ、ね、あれがもう自分的に一番結構、まあ結構上位にはいるよ。でまあこれからもっともっと上いくけど。おー、いいやん。ワンマンもあるしね。あ、そう、ワンマンもある。ワンマンもあるから、ワンマンで超えちゃいましょうよ。全然余裕でもう超える。うん、じゃあコウ君勉強かな。はい、なるだけやねん、コウ君って言ってるの。それではお願いします。はい、じゃあ僕のお題はこちらです。じゃん。メンバーをとにかく褒めてください。おお、なるほど。だからなんか後進やからこそ言えることは。なるほど、なるほど。言ってほしいよね、成り立ち的には。聞きたいよね、シンプルに。なるほど、そうだな、成り立ち。じゃあまず翔太郎から。あ、僕っすか。よくね、可愛い末っ子で料理もできて、はい、ありがとうございます。特徴的な歌声と、とにかくセンスもいろいろ溢れていると思われている翔太郎だと思うんですけど、僕たちやっぱこうデビューしてまだそんな日も経ってないし、そんな中ででもやっぱ僕思うのは、翔太郎が率先してこう、まあ
スタッフさんの挨拶だったりもしてくれるし、こうなんかお手伝いもしてくれるから、いろんなところでこう見習って、その末っ子なんだけどこう見習っていかないといけないとこがあるなって思って、もうそういうとこでとにかくめちゃめちゃ尊敬してます僕は翔太郎。そうなんすか。楽屋の片付け一番早いです。一番早いです。一番早いです。本当にね。頑張らせていただきます。で、ケンは練習とかをしてるときに、はい、よくこう練習でガチになってこうなっちゃうと、やっぱ、うん、こうみんな集中したってだんだんこうヒートアップしてくる時があったりするけど、はいはいはい、そういう時でもなんかこうしっかりこう相手のことを思ってじゃないけど、こう分かりやすく噛み砕いて説明してくれるから、こう教えてくれたことがスッと入ってくるというか、僕なんか特にやっぱこうダンスでちょっと苦戦することもチームの中で多かったりするんですけど、そういう時にこうなんかいい意味でこう地元の友達感というか、なんかね、そうこう言ってくれたことがスッと入ってくるのが、こう県の普段皆さんに見せないいいところなんじゃないかなと思います。それで意外と貴重面やで俺。意外とな、意外とな、やんちゃモンキーやけどな。そうか、じゃあ次なる行きましょう。その、あ、でもよく言われてるけど、やっぱずっと思うのは、一番なんて言うんだろう、このカメラの前でこう大久保なるを見せるのがめちゃめちゃうまいなっていうのは思ってて、パフォーマンスだけじゃなくて、いろんななんかこうトークしてる時もそうだし、なんかこういろんなとこにこうパスも飛ばすしみたいな、ごめんね、本当ガチになっちゃうんですけど、本当に思ってることがちょっと言わせてほしい。パスも飛ばすって言わせて、パスも飛ばすし、でみんながね、こうこれは多分無意識だと思うけど、やっぱなるがこういることによって動画がこうなんかパッと明るくなるというか、テンションみんなも上がって、多分なんか声が高いのもそうなのかもしれないけど、なるが高いですよ。高いです。高いですよ。そう、なるがなんかそういうところでこのチームのこう一個軸になってくれてるのかなと思って、もうデビューして1周年経ちましたけど、これからも DX に引っ張っていってくれるんじゃないかなと、そんな風に僕は予感していますので、予感、これからも2年目からもお願いします。ありがとうございます。じゃあもうこれからみんな声高くいきますか。声高く、はい、了解です。やだ、なんか大地君のやつやだ。今の絶対使ってほしいわ。なんか今のやつだね。アホっぽさが思う。さあ、じゃあ続いて福田愛太君。はい、僕はこの1年で一番自分の殻をこう破ってきた存在なんじゃないかなと思います。福田愛太君は。照れるなよ。照れちゃってるよ。こうあゆたなりにもこういろいろね、そのパフォーマンス面はもちろんのことね、もうなんか最近のあゆともめちゃめちゃ面白いから、本当にそうですよ。フラグっすか。面白いけどね。面白いですよ。もう世界一マジで、もうなんか言ったら会場ブワーみたいな。はい、投げかけた。最後投げかけたの。なんか最後あゆたくんに渡した。いや、もうまずちょっと悪かったよ今のは。今もう言うだけ言って渡したもん。今の振りでしかなかったもんね。いや、でも本当にね、そうやって成長してる部分もそうなんですけど、あゆたはその人のこうちょっと頑張ってるけど、自分なりに頑張ってるけど、なかなか人が気づいてないところっていうのに気づくのがうまいなっていうのはすごい思ってて、なんかこう僕が気をつけてることで、こういろんな人がこう意見を出し合うときに、こう頭から否定するんじゃなくて、まあ確かにね、でこれもこうかなみたいなのを言うように意識してるんですけど、なんかの雑誌のときにあゆたがそれいいよねみたいな、うん、さらっと、しかもさらっと言ってくれたんですよ、はいはい、めちゃめちゃかっこよくて、それがマジで一瞬ときめいちゃいそうになりまして。おっと。いや、でも本当にそういうところがあゆたのかっこいいとかなと、そうですね、僕は思いました。いや、素晴らしい。ありがとうございます、クール、ということで、以上行ってきましたけど、皆さんどうでしたか。おい、めちゃめちゃおリーダー忘れてるな。リーダー忘れてる。初っ端リーダー言うし。確かに。本当だ。消しにかかってるやん。多分このバチバチなのかな。ライチ実はバチバチ。ライチ実は。最後、太一くんのいいところ見て締めたいと思うんですけど、まあ、それこそ今言ったみたいにリーダーで、うん、そのグループだけじゃなくてこうダンスとしてもしっかり見てくれてるし、僕本当に太一くんのダンスが大好きで、そのずっと言ってるんですけど、僕がよくこうパフォーマンスとか見て
こう感情高ぶっちゃうとフーとかすぐ言っちゃうんですけど言っちゃうね言っちゃうんですけど今でもやっぱこうたまにこうフリーで踊ったりするとかなんかこう曲に合わせてちょっとさらっと踊ったりするけどもうそういう時に心の中でずっとうわ今のやべえとか思いながら実は言っていいよいいよ口なしうわ今のやべえいや全然言っていいよ噛み締めてた噛み締めながら思っちゃうことがあるぐらいやっぱこうパフォーマンスはやっぱねあのすごいものを持ってますし本当に僕は太一くんのダンスが大好きです太一自身は大好きです。ありがとうございます。よかった。なんか更新いいの引いたな。なんか言いたくない？こっちも。なんか言うことないし。なかなか言う機会がない。なかなか。いきます。はい。なる。なる。これで。はい。おお。じゃん。左にいるメンバーのびっくりしたエピソード。おお。びっくり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 。したかね。でもあえたにびっくりって確かに難しいかもね。なんかまあ結構そののんびりぽわぽわお兄ちゃんで結構どこでも寝てますみたいな言ってたじゃないですか、はいはいはい、あれ実は寝てなかったんです。あれ、だと違いますよ。何を言ってるの。初知りだよ。初知りだよ。なんかまあ車とか移動中とか、はいはい、まあこうやって待機してる時とかも、うんうん、まあちょっと時間空いたら寝るじゃないですか、うんうんうん、その時とかにそのまあなんか僕がこう、あやたくんのことじーって見てなんで見てんの。あやたくん、こうじーって見てで話しててもう完全に寝てるだろって思った時にあやたくんって言ったらうんって実は起きてるんです。いやいや、それもちょうどね、やっぱ時間かかるやん、そのちゃんとした睡眠にこう入るまで入ってる、そのもうちょっと寝れるって時に来るから、いつもあやたくん起こしに行ってんねん。いやいや、起こしに行ってない。あやたくん実は起きてんでしょ。起きてんでしょって言ってくるからなんかそれ聞いてんのに無視するのもなと思ってうんって向いたら起きてたってなんか寝てるのに寝てない人みたいな。いや平和やな。平和や、かわいいな、ほんとに。なんかありますか、逆にあやたくんのびっくりエピソード。びっくりエピソード。いやでもなんか結構あのゲームするんですよ、あいたくんと、まあ、たいちくんとけんくん4人でいつもやってるんですけど、うん、その時に集合する時に一回あのそう何時からっていうの決めようみたいな。はいはい。でだから何時ねだからでやる約束してて、うん、それで何時ねって言ってもう1分前とかもうちょうどぐらいにもう3人入ってるの、はいはい、もう参加してて、はい、あれ福田はみたいな、福ちゃんもだよ、福ちゃんもだよって言ってちょっとちょうど一回電話かけてきてみたいな、うん、でマラフラーってめっちゃ響いたの。めっちゃ響いた。マラフラー。しかもにそう、これの中で。そう、携帯持ってってるから。マラフラーってめっちゃ響いてて。長すぎ。マジで遅すぎて、これわざとなんじゃないかなってぐらい遅いもんね、マジで。逆にでもね、それも続きすぎて、うん、なんか別にもういいやって思っちゃった。有田行きましょうか。はい。残り2枚。じゃこっちで。奥行きました。奥行きました。ポン。はい。この1年のメンバー内で流行ったこと。おぉ、あやたが引くしょ、引いてしまった。福田くんが、いやこれね、まあでもスクールか、やっぱり。いや、なんでそんなちょっと自分で言うのもあるけど、なんかこれ、まあ、ニコのみんなとかはね、やっぱこう、もう飽きてきてると思うし、別に流行ってもないと思うんですけど。そうなの。なんかもう、僕たちは結構スクール使いますよね。使うっすね。当たり前のように使うよね、結構日常会話でも。スクールがもう通じるもんね、ちゃんとみんなで。そうそう、逆に、あれ今初めて見てくれてる人とかさ、何のこっちゃってんだろ。確かに。じゃあ一回説明してあげよう。挨拶しとく。ちょっと切り替えよう。あんま変わってない。スクール、どうもスクール大佐です。こんにちは、はじめまして。いや、これだね、あの福田愛太とは別の人格なんですけども。変わるんですね。僕スクールっていうのがすごい大好きで、はい、これスクールとかよくあるじゃないですか、こうスクーみたいな、あラップの、はい、もはやラップとかであって、それってやっぱローマ字書くと SKRRR って書くじゃないですか、はいはいはい、やっぱスクーって読むんですけど、僕は R まで読んでしまって、あのスクールって言ってたんですよ、ずっと一人で、スクーをスクールってずっと言ってて、はい、でそれをなんかみんなにもね、スクールスクールって言ってたらみんな結構気に入ってくれて、で僕もなんかスクールスクールって可愛いなと思って、でスクールのなんかこう長いいや、これ長くなっちゃうのよ。もういい。
最後ラスト行かせていただきます。ますいきます。てってれん。この1年で一番感動した食べ物です。おー食べ物ね。こちらね、写真を事前に用意させていただいてるんですけど、こちらです。谷口大地。うわこれもうめっちゃこれ福岡にねお仕事で行った時になるのおすすめのもつ鍋屋さんに行きまして、食べさせていただきましたけども、もうこれがねもう飛んでっちゃったよね。ピューンっていくくらいにマジうまくて、もうやばいね。これマジでやばかったよね。マジで美味しかった。でもこれはね正直自信ありました。いやこれなんかそれこそそのみんな多分なかったのかな、食べたこと。あったね。そう、それでなんか誰がもつ鍋行きたいみたいな、あれなんかみんなあもつ鍋あ楽しみやなみたいな、初めて食べるみたいな感じで、そうそうそう、もつ鍋ねみたいな感じだったんだけど、食べた時もみんな目キラキラしてなんだこれみたいな。いやマジでね新世界見た感じは。いやマジでなんかそれを見てるのが嬉しかった。めっちゃ地元の食べ物でもあるから。確かにあれは本当に感動したもんね。嬉しかった、めっちゃ。だってこれ太一食べたあと3日間ぐらいずっともつ鍋しか言ってなかったもん。いや確かにマジでそうだ、マジで本当になんかこれ行った後その、まあ、空港とか、そういうなんかお土産コーナーみたいなところあるじゃん、まあ、そこでもなんかもつ鍋もつ鍋みたいなマジでそんなやめよ。マジで太一と翔太郎がこれ冷凍のもつこれ家でやるとか言ってたもんね。はい、ということで先ほどねたくさん思い出話が出てきましたけども、改めてどうでしたか。話足りないよ。本当だよ本当そう。確かに。でもこれからね2年目に突入するということで、本当にこれからたくさんのことがあるんですけども、最後に、え、ここに書いてないんすか。書いてないんすか。え、はい、ここでメンバーの皆さんにサプライズがございます。なんすか。そうですね、実はね、僕たちに内緒でデビュー1周年をお祝いして、ある方々からメッセージをもらっているということで、誰ですか。どういうこと。それではね、メッセージをなる兼講師の分を翔太郎に呼んでいただいて、翔太郎あえた僕の分をなるに呼んでいただきたいと思います。なるほど。それではまず翔太郎から呼んでいきましょうか。僕ですか。はい、いきます。じゃあ、なるくんの手紙から読みます。お願いします。なるへ、デビュー1周年おめでとう。DXTEENとしてなるのデビューが決まり、韓国から戻ってきて2023年3月8日プレデビューイベントが行われたね。特に印象に残って、感動したことはデビュー曲ブランニューデーの MV をなると、DXTEENのメンバーファンの方々と初めて一緒に、見たことやな。その時のメンバー6人のこれ以上ない、最高の笑顔で幸せな表情は忘れられないね。あれから1年アイドルとして輝いているナルを見て、パパもニコの一人としてたくさんの元気をもらっとるよ。この間久しぶりに実家に帰ってきて、家族全員揃ってすごく楽しい時間を過ごせたよね。キラキラした目で自分の夢を語るナルはとても眩しかった。たくさんの夢が叶うことを信じて、これからも全力で応援するし、一番の味方でいるよ。愛しとるぞ、なるパパより。わーパピー。いやー急なこれでもね結構きますよ。いやーこのテンション感でね結構きました。ちょっとパパ会いたい、もう会いたい会いたいね。ありがとうございます。大好き、ね、ありがとう。ケンちゃんのやつですね。これ僕が読んで大丈夫ですか。いきます。でも関西弁でいこう。ほんまにいきますやで。おい雰囲気大丈夫か。いきますやでの入りだ。いやもういいよ、俺のターンはもう勝負そういう感じよ。了解了解。いきます。ケンちゃんへ、デビュー1周年おめでとう。去年5月東京六本木での初舞台が目に浮かびます。小さい頃からダンスが好きで、毎日飛んだり跳ねたりして、そして今グループを組んで努力して夢を叶えました。楽しいイベントや毎日のようにある練習、辛いこともあるでしょう。これからもメンバーのみんなやいろいろサポートしてくれる方々へ感謝の
気持ちを忘れずにもっと大きく飛躍してください、応援していますよじいちゃんよりじいちゃん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 すこまんていいんよじいちゃんかじいちゃんじいちゃんママ言わんからこういうことじいちゃんやと思ったわ俺もちょっと違和感あったちょっと違和感あったわ、ちっちゃい頃から飛んだり跳ねたりとか言わんやろ確かにね確かに言い回しがね言い回しがじいちゃんありがとうじいちゃん嬉しいなまたいいね柔道柔道しような柔道してたんや柔道してんだいきます続いて更新のやつですねじゃあ更新からいきます、はい、更新へいつも DXTeen から元気をもらっています辛いこともしんどいこともこれから、今まで以上にあるかもしれませんが勇気を持って一歩一歩前進してください歌やダンスで一人でも多くの人を笑顔にしたい念願だった講師の夢楽しんでください応援してくださっているニコの皆さんメンバーやスタッフの皆さん DXTeen に、関わってくださる全ての方々に感謝の気持ちを忘れないこととても大事です嬉しいこと、楽しいことがこれからも DXTeen にたくさん訪れますようにお母様よりうわありがとうございますいやなんかやっぱ染みますね、こっちも聞いてる方もね一個いいですか、はい、読んでてちょっと気になった部分がありまして左だけが全部ひらがななんですよえそう、縦をでうわ、怖い嘘でしょ嘘でしょ縦で読ませていただきますお願いします1周年おめでとうさあさあ見ていい見ていいさすがやわもううーわーだってんーととかあんま言わんイメージだ確かに確かにすごそういうことだこれはびっくりしたありがとうさすがすぎる更新のお母さんいやすごいいやめちゃめちゃ嬉しいねこれじゃあ次翔太郎のはい、はい、僕かいきます翔ちゃんデビュー1周年おめでとう、はい、よく頑張ったね16歳で家を出てからこれまで泣き言もあまり言わず一人ですごくたくさん頑張ってきたんじゃないかなと思っていたのでお母さんはただただ翔ちゃんを抱きしめて褒めてあげたいという気持ちに駆られていますもう子供じゃないからって拒否されそうだけど今度帰ってきた時は絶対ハグするよ泣き笑い泣き笑いなかなか会えないのは寂しいけど優しいメンバーとスタッフの皆さんに支えられて画面越しに見る翔ちゃんはいつも楽しそうに笑っているのですごく安心していますこれからも翔ちゃんが目指す世界へ大きく羽ばたく姿だけを想像して自信を持ってメンバーと進んでいってね周りに感謝して他と比べず自分を一番大切にすることも忘れないでねこの先もずっと DXTeen を応援しています本当におめでとうお母さんよりありがとうございます絶対拒否すんなよハグ OK するよ帰ったらギューってギューってギューってやるいや痛い痛い締めちゃってる締めちゃってる嬉しいっすねいやなんかね、なるもね、読んでてねなんか、来るよね来るねほんとなんか、どんどんなんか、なるもお母さんの気持ちになってくるお母さんの気持ちねじゃあ次ありがとう、はい、あいたくんのいきますはいなに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 なDXTeen デビュー1周年おめでとうこの1年は新しいことの連続だったと思いますが数々のライブやイベントを堂々とやり遂げていて頼もしい子たちだなと思いました目標にしていたオリコン1位も取ることができて本当に良かったねこれからアルバム発売と初のワンマンライブツアーを控え忙しい日々が続いていると思います体に気をつけてこれからもニコの皆さんと一緒に一つずつ夢を叶えていこうお母さんよりおいおいいや何で笑ったの何が面白いんだ違う、なるたちもさ、あいたくんのお母さんとか会うやんあそう、ね、めっちゃ、なんか内容がそのなんか、みんなに、なるたちみんなに向けて言ってるのがぽいなっていうので、ちょっと
あっぽいなって思って、ね、そう笑ったっていう。びっくりした、1行目からスクールっていう。それだ。お母さん、お母さんスクール嫌いだから。あ、嫌いじゃない。好きじゃない。お母さんスクール嫌い。嫌いなんだ。嫌い。次、タイチ君。はい、タニ。もらいました。いきます。タニ。うわ。なになに？なになになに？かわいい？いきます。タイチへ。デビュー1年おめでとうございます。とても早いですね。2002年7月11日午後2時52分 2910g で生まれた太一。そんな太一が夢に向かって進み出したことやそれ以外でもたくさん大変なことがあったと思いますが、いつも笑顔に戻ってくれ、人を大切にできる太一を母親としてとても嬉しく思います。そして素直に育ってくれて本当に感謝しています。親元を早く離れたこと寂しく思う時もありましたが、太一の人生をしっかり歩んでくれていることをすごく自慢でもあります。これからも自分の人生に責任を持ち、どんな困難があっても笑顔に戻ってください。そしてこれからもたくさん話しましょう、母より。わお、素晴らしい。見てください、これやば。写真付きです。写真かわいい。タイチジュニアがここにいっぱいられています。恥ずかしい、やめて。いやでも、かわいい。わあ、もう家に張りたいもん、こうやって、ね、なるの家にね、なるの家に、なるの家に。読みながら多分母親の気持ちやってる。いやマジでそう、なんかわあ、なんかみんな人の子やなって思いましたよ。嬉しいね。いや嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんたちとおじいちゃん。じいちゃん、おじいちゃんもいいからね。じいちゃん、じいちゃんありがとうな。これからね、僕たち DXT2 年目に突入していくんですけども、最後に一人ずつ今年の意気込みを宣言していきましょう。これちょっとさ、翔太郎から本気でいきましょう、はい、本気 で, 本気でよし、お願いします。はい、これから僕たち DXT 2年目に突入するということで、今年はマジで勝負年だと思ってるので、うん、僕たち DXT 一致団結してこれからも頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、今年2年目に入るということで、まあ、1年目は、まあ、初めてなことが多かったりとか、右も左も分からずに進んできた僕たちだったんですけど、さっきも言ったんですけど、パフォーマンス力だったりとかも成長して、まあ、2年目はもう僕たち一つのボーイズグループ、一人のアーティストとしてこれからもっともっと頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ケンも言ったけど、2年目になってやっぱいろんなことに挑戦をどんどんしていけるような余裕も出てきて、でもまだやっぱりこう初心は忘れずに、まあ、これからずっと先もそうですけど、そういう心を持ちながら、もうとにかくいろんなことに挑んで、いろんな僕たちを見せていって、また成長していって、もう最高のステージを常に皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、もう本当にまだ2年目突入というなんか実感が湧いてないぐらい、本当にあっという間な1年だったなと思いますし、そのやっぱりこうやって家族からお手紙ももらって、その初心を忘れずに、本当に今応援してくださっているニコの皆さんを大切にして、今僕たちがもうできるだけもう体は壊さない程度にもうできるだけ頑張って、もう本当に恩返しをたくさんしていきたいなと思いますし、もっともっとデビュー年よりも飛躍できるような年にできたらいいなと思います。これからも DXT も応援していただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、そうですね、やっぱり2年目に入るということで、やっぱりまあ個人としてもそうだし、 DXT としてもやっぱもっともっといろんな僕たちを見せていきたいなと思ってますし、あとはもうニコの皆さんにやっぱこの DXT っていうグループをしててよかったなとか、このグループ好きでよかったなって、こうやっぱ改めてもっともっとこれから思わせたいなってぐらい本当に頑張りたいなって思ってます。そして個人的にはまあやっぱりもっとまあ実力もね、いろんなもうレベルアップするのもそうですけど、まあ、やっぱり僕はこう今年の目標、個人的な目標としてやっぱりこうもっと面白くなりたいと言ったので結構言うねや、はい、
やっぱりね、このスタートラインぐらいに立てたかなっていうので、ここからまたポンといけるように僕は頑張りたいなと思います。ニコの皆さんも全然面白くなかったら笑わなくてもいいんで、それはもう正直なあの反応意見として僕はしっかり取り入れるので、あの本当に面白い時は笑ってもらって、面白くなかったら面白くないよって言ってもらって、僕はそれで成長できます。頑張りたいと思います。すげえ、いつかね、太一くんよりも笑いのセンスでね、超えるといいね。それはね、いつか超えたいですね、太一。まあ、タイムしたいしね。面白いからね。タイチさん、面白いですから。面白いですから。自分で面白いってやつ、あんま面白くない。ポーン、ラスト、谷口太一です。狙いに来たの。ごめんなさい。ポーン、ポーンってね。ポーンがちょっともう面白くない。はい、厳しいな、やっぱり。はい、ということでね、2年目に突入するということで、僕、谷口太一もそうですけど、やっぱり DXT、かっけーアーティストになりたいなって本当に思ってるので、これからもっともっと2年目はね、挑戦グループとしてしていきつつ、ニコの皆さんにね、幸せになってもらえるようにっていう考えを忘れないで常に上に上がっていけたらいいなと思います。ニコの皆さん、これからも僕たちについてきてください。よろしくお願いします。はい、ということで改めまして、デビュー1周年という、大切な日を皆さんお祝いしてくださって、ここまで見てくださったニコの皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、ニコの皆さんにこれからもたくさん楽しんでもらえるように、僕たちもっともっといろんなことにチャレンジしていけたらなと思ってます。皆さん、まだまだついてきてください。以上 DXT でした。バイバーイ。